じゃあ、それでいいですか。接続1枚の場合は、底釣り、まあ、そこは信用がないとこもあるけど、底釣り、現底。はい、以上。OK。質問ないね。始めます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ、正しくないだろうね、あの人狼殺は。正しくない人狼殺を行っている。正しくない人狼殺なんだろう。進行方法は、でもロボと思ったらもう言っていいんだよ。負けならしゃあねえんだよ。その前の試合、あ、一試合前ね。一番初めの試合。騎士が巨人の出現を捉えたのに、俺って、俺の、まあ、勝ったけど、結果勝ったけど。昨夜は誰も死にませんでした。プルもあったから出現したんだからもう死にきって。発言ターンに入ります。進行。6番のプレイヤーが発言します。はい。役を透かしたり、柱、発言したりね、すらやめましょう。迷惑です。平和村作るって、難しいですよ。発言せざのみになって。うん、ヒントが少なくなって。それよりは、役が二人出た方がせざしやすいじゃないですか。絶対に。で、君言ったら勝てるじゃないですか。例の思わないもん。うん。なので、すらって全くもって必要ないプレイ。うん。何考えてんだろうってマジで思うし。仮に、狼を不利にさせて、そんなせこい勝ち方して何が楽しいのって思うんだよね。うん。俺は狼が好きな場面作れば。でも俺は謎解くから。悪いけど。うん。俺は、ね、小判さんみたいな女性陣がね、かっこいいと思われる人狼殺したいから。俺は勝つよ。うん。村を残して狼を釣りたいですね。SG1 のね、村人を残して白露を釣りたいですね。SG1 の狼、うん、釣ると言いましたよ。白い村人は残しますよ。悪狼とか、狼するんですよ。以上、はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番村人陣営です。じゃあ6番さんから釣ろうかな。俺なんか6番さんの言ってることが、まあ普通のことなんだけど、すら嫌っていうことはわかるんだけど、5番さんにかっこいいって思われたいって言うけど、まあ顔見えないからそれは無理だね。プレイだけでっていう、仕事できるかどうかもわかんないし、6番さんの。まあ変な叩きはこんくらいして、まあ、6番さんと一緒で、すらは嫌なんだけどね。はっきり言って、そんな勝ち方で言ってるけど、まあ、村人が勝てれば俺はいいと思ってるんでね。まあ、6番さんみたいに、そういう、思考6個入ったら厳しいんじゃないかなと思って、まあ、決め打ちすればいいんじゃないって言って、出現してくれたら決め打ちできるけど、出現しなかったらなかなか決め打ちできないからね。占い師にかかってると思うよ、それは。まあ、そんなとこかな。他に言うことないかな。でも発言を捏造とかしたらものすごく怪しむけどね、俺はっきり言って。聞き間違いとか。そこが難しいと思うけどね。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。あ、6番さんの結構いいと思いましたけどね、7番さん。結構。はい。お礼のとかも、まあちゃんと精査するっていう意味でと僕はもう思いましたけど。はい、で狼をしっかり釣るって言ってるんで、だって7番さんまだこの後まだ8、9ってどんどん続く人たちいるのに、もう6から行こうというのはちょっと早すぎるんで、まだ2周目って言ってもよかったんじゃないかなと思いますね。はい、まあそうですね、まあできればその例のお二人出てきた場合、できればやっぱ決め打ちはしたいって、まあ、俺も思いますけどね。現状としては、やっぱり無駄なは使いたくないかなって思いますし、まあ難しいと思うんですけども、はい。ってところですね。まあ、7番さんがちょっと印象悪いかなっていうぐらいですかね、今。はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、1周目お願いします。特に使用ありません。そうですね。まあ、6番さんトップバッターだったんで、トップバッターだからこそスラとか嫌なのかなと思って聞いてたら、正々堂々、そんなせこいやり方して、みたいな感じでだったんで、まあ、そこちょっとんとは思いましたね。自分は、楽に勝ったら一番いいとは思ってるんで、なんで6番さん印象いいって言ってる8番さんがちょっとよくわかんないですね。その7番さん叩きがちょっとわかんなかったかなってところですね。現状、
色をつけるならね、自分の位置で。8番さんをちょっと怪しんでいます。まあわかんないけど、この発言だけだとそう思ってますね。7番さん叩きの理由がちょっと自分はしっくりこなかった。それよりも、6番さん印象いい、6番さんの発言、自分はそんなに印象いいとは思わなかったですね。そこを評価している8番さんをちょっと怪しんでみてます。現状、2周目頑張ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い仕様に白、2番白です。把握お願いします。6、7、8、9っていうところで、まあ、印象悪く見えてるのは8番。8番さん視点で、6番が印象いいと言って、それ自体は別に構わないけども、霊能2枚出たら、決め打ちが強いみたいな言ったけど、多分6番は俺そういうこと言ってないと思うけどね。まあ、6番がそういうこと言ってならあれだけど。だからその引っかかりを覚えていて、9番は違う要素で8番を殴っていたが、まあ、目線的には似てるかなと思ってるので、現状6、7、8、9というところでは8番を釣りたいかなと思っている。霊能騎士に関してですけど、まあ騎士に関しては、まあ盤面次第ですね。霊能に関しては出てきてほしいが、ただ、これは村が霊能であろうと、騎士であろうとないのを透かすのはあんま好きじゃないと言っておきます。まあ、いわゆる役腹みたいなね。そんなところ。2番白、把握お願いします。2番のプレイヤーが発言します。直近の1に関しては、まあ違和感はないですね、発言。まあ、俺は8ローと思ってるんですけど、ちなみに。まあ、それはまあ、2周目のあれなんだけども、まあ、俺は8スリークっすよ。申し訳ないですけど。多分、8番って6番の平等を変えたくない動き、6番って少なからずおかしいことは言ってるから。少なからずね。だから、SG のローと村人の判断なんてつかねえんだから。やし、白狼って釣れねえから。あと、決め打ちってことでしょ。無理。7級が普通なんじゃないですか。まあ、ほぼ8釣りでいいと思うんですけど。以上です。3番のプレイヤーが発言します。まあ、そうですね。8番さんの視点がちょっと違うところっていうのが、6番って普通の進行論を言いつつ、ちょっと変わった発言をしてるんだよ。だから7番が6番に対して殴ったのは、あ、結構7番って白いのかなと思った。ただ7番の引っかかったところって、変な殴りはこの辺にしようっていうことは、7番って雑殴りだったんじゃないのって思ってる。だから7番はその殴りは必要ないんじゃないと思った。でも8番っていうのは、その7番に対して印象悪いっていうのは、じゃあ、殴ったりしないでいいってことって俺8番には思ってね。まあ9番に関しては普通に村っぽいなっていう印象があるから、まあ便乗みたいになってしまうけど、まだ盤面は固まってないし、まあ2周目発言聞いてきます。4番のプレイヤーが発言します。僕、村人ですね。おい、村人です。4番が人狼だと思う人がいるんであればね、別に柱してやってもいいですよ。なんか6番が柱するなみたいなこと言ってるけど、柱こそ自分の白証明ができるんですよ。4番のことを人狼だと思う人がね、複数いれば僕柱してあげてもいいですね。うん。全然 OK ですよ。人狼はね、誰なのかわからないですよ。こんなの。わかったら神様だなと思ってるんでね。うん。まあ、誰でもいいんですけどね。初日なんか。誰釣っちゃってもいいですよ。うん。誰でもいいよ。こんなの。わかるわけないでしょ。5番のプレイヤーが発言します。霊能です。まあなんかそういう発言されると4番さん釣りたいなって思ってしまうんだけど。色見えないし。4番は精査不能。1番が釣りたいんだったら4番釣ればいいと思う。まあ、8番、9番って、ぶっちゃけ私6番さんの発言って、例の、なんだろう。別に6番の発言って悪くはなかったかったから、8って6をそこに評価してるだけで、3番の言ってることが合ってると思っていて、7番って6番雑殴りしているだけだから、8番が、7番が、
本気で6を叩いていると思っていて、8が7が不正さしている点がおかしいと思うのと、あと9番が、なんだろう、別に8って6を評価していること自体は、その進行論の違いっていうか、視点が、なんかそこまで、なんか怪しんでるって8のことを言ってたけど、印象悪いよ。6番のプレイヤーが発言します。1番でいいんじゃない？うん。8番は釣らなくていいよ。うん。5番はできる霊能だね。うん。近年稀に見る。ビューティー。そしてね。知的。俺感動したよ。8番を釣り押さない霊能。久しぶりにね。俺感動したよ。ブラック軍団793、君たちだよ。8番というのはね、6は霊能を決め打ちと言ってるんですよ。決め打った方がいい。役を精査する。霊能を決め打ち、占い決め打った方がいいって言ってるんですよ。1番ってのは本当に話聞かないんだから死んでもいいじゃん。うん、捨てられないじゃん。うん。1で負けたら1番は反省会で、言えばいいじゃん。うん、6番の話も聞きませんでしたって。しゃあないでしょ。うん。もうね、素晴らしいと思ったよ。霊能が。もういいんじゃない？ 2 番も何言ってんの？あなた。六神を持ってる人の発言じゃないでしょ。一人釣り切った発信進行ね。八番ってのは六神を持っていたから六番を信じた。まあそれはわかるんだよ。君何？二番は。嘘でしょ。うん。八番を怪しいって言ってる。八番ってのは六をプラスで置いてるんだよ。どっちかって言ったらあなたがもし六神を持ってたら八はどっちかって言うと村寄りで、七九の方が黒く見えなきゃおかしいんだから。1番は6の話は聞かないし、決め打てりゃいいんでしょ。うん、わかった。うん、8番死んでいいよ。うん、君たちね、1、2番はね、うん、釣られてください。はい、8の色しかやりません。僕は発信進行でいきます。なので、もう1、2番でいいです。はい。しゃあないでしょ。5番、2番は6白持ってないでしょ。うん。はい、以上。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番です。6番さん、2番さんは6白持ってますよ。6も8も6。のこと白いって言うけど、6番さんはもう1、2で8をもう偽要素するんだなと思って、さすがに決め打ちは見るだな。8番さんが出なかった理由もよく聞きたいしね。もう6のこと完璧白いまで言っていい、分かったんじゃないのって白出てるならと思ったら、8番さんの意見でだから俺の叩きしかなかったから、もうちょっと進行論とか言ってよかったんじゃないかなと思ってるし、別に1、2はまだおかしいこと言ってないしな。8の方が進行論だけで、まあ白出てたからそんなこと言ってるんだろうけど、わかんねえな。で、6番さん、4番さん、地釣りしてるけど、それも突っ込まないから、俺めちゃめちゃ6の方が怪しいんだけど。だから、2、8、白、白出てる6の方が俺はちょっと考えてしまったんだけどね、今。4の地釣りはもしかとみたいな感じだったんだけどね。まあ5番さん一番最後なんで精査していいんじゃないって、俺らまだ1、2の話聞いてないしな、8。以上。8番。のプレイヤーが発言します。まあ現状5番さんの霊能が許してもらえたら今日4釣りでもいいかな。占い師を狭めたいっていうのが正直あるかな。まあ潜伏してた理由っていうのは、まあまず3子を作る盤面と、あと陣外に俺が白を出された時に、まあ盤面上強くなるからっていったところだったんだけど、はい、まあ今日占いから行くんだったら全然2詰めからお願いします。もう2番さんっていうのは村師でも進路1の1になると思うんで、はい、巨人でわざわざ出てこないと思うんで、はい、まあ、2番さん、狼だと思いますね。そうなんですよ。もう6番さんがもう言ったことがクリティカルですね。だって2番さんって最初、6への視点って全然良くなかったんですよ。うん、俺に向けてて、なおかつね、6に白持ってて。だから6番さんがもう言ってることがクリティカルなんで、今日は2詰めでお願いします。もし5番さんがもうもし許してくれるんであれば、もう4釣りでも、はい。いいと思います。占い長も正直、狭めたいと思ってますね。はい。だから俺が最初に7番に行ったことは、7番ってまだ後半位置にも人がいるにもかかわらず6釣りをしたいって言ったことから俺印象悪いって言ってるんですけど、それが何が間違ってんの？7番のが正しいの？その2番目の位置で出てきて6をいきなり釣りたいとかっていうのは全くもって意味が分かんないんだけどと思ったんだけど、それをなんか912からはなんか俺それより俺に来るのって思ったんだけど、絶対おかしいと思うけどね。うん。あと3番、4番については、お前4番地釣りしてるから、できれば俺今日4でもいいかなと思ってますかね。時点で、だって次の日、仮にどっか今日占い釣りして、仮に4クロ打たれてきて、多分4番相当不利になると思う。1周目で情報落としないしね。まあ、3番に関してもそう、1周目に関して特段なんかまとめただけだった。はい。9番のプレイヤーが発言します。
はい、2周目お願いします。そうですね。2周目聞いた感じ、6番さんはめっちゃいいなと思いましたね。ただまあ決め打ち、6番さんの時点で8決め打ち、まあありかなと思ってたんですけど、8番さんが今日許されるのは4釣りって言ったんですよね。いや、ないですね、それは。もう4なんてこの盤面隠しろでしょ。自分はもう4番さん隠しろ置いてますけどね。で、この盤面、8番さんがもし死んだったら、4なんか釣りたくないですよね。この盤面ですよ。3仕様になってるんですよ。いや、4はこれ隠しろでしょ、どう考えても。釣る7、7、9、3じゃないですか。8番さん目線。なんで、6番さんちょっと決め打ち早いかなと思ってますね。ただ、2番さんの、ちょっと芯は追えないですね、正直。なんで、まあ今日2番から行くのはまあ飲めますね、それは。しょうがないかなと思ってる。ただね、8のローもワンチャンある感じしましたね。4釣り。許されるなら4釣り。いやいや、それはないです。許されるなら、あなた見て芯なら7、9、3から釣りですね。はい。4はもう絶対隠しろです、この盤面。自信を持ってる、俺は。でとこうかな。で、7番さんが6番さんに4のこと触れないですね。で、突っ込んだのも、自分はちょっと微妙でしたね。突っ込む必要あるかなと思って、この盤面で。3-1になってる盤面で。さすがにないでしょう。相方占いに出てて、出るか出る予定で。まあ、ちょっとでも、8が7叩いてるからな。7、8にも見えないからな。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。6番さんあたりは、8番の発言も聞かず、8番を新決め打つと言ったが、ここで思考を転換していただきたい。まず8番でおかしい点は、1、2を比べるときに2番がローに見える。2番がローで、2番がローだった場合って、2番って1番に囲われていて、5番で出なかった時点で、1番の強靭が、1番の強靭が囲っている状態になるんだよね。どう考えても2番ってローだったら出ない。だから8目線っていうのは2番がでも誰も出ないから仕方なく出た強靭で、1番がローっていう精査の方が正しい。かつ4番をクロジックに考えて4番を釣りたいというなら2、4ローローになる。2、4ローローだった場合って2番が1番に囲われていて1番が強靭だってことがほぼほぼ透けている状況下によってほぼ5番が出ることが分かっている。なのにかかわらず1番に叩きを全く入れず、4番ってほぼ精査してないからね。実利発言なんかしてるからね。仮にあのまま平和村進行して4番が釣られ、潜伏ラインが出てきたときに、普通に、4番って負ける位置にいるから、8番が、4番、2番を見て4番を釣るのは構図的におかしい。だから、8番をちゃんと釣ってほしい。っていうぐらいです。はい。ただ、新旧進行で2番っていうのは別に俺も飲むけど、ただ、8番を釣ってほしい。8番がローだから。8番の相方軸としては、4番は分からん。6番に関しては、まあ、そこまで大事な発言をするのかなとは思っているけど、それは俺は占いではっきりさせたいと思っている。手ぐらいかな。そんなところ。8番の偽予算しっかり上げました。8番に行ってください。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。潜伏理由に関しては、1番から白をもらってる状態で、あと3、4、5と4と発言が残ってる状態なんで、俺は潜伏しましたね。で、絶対的に潜伏することに関しては、俺絶対占い師っていうのを透かしちゃいけないと思ってるんで、6番の白結果持ってたが、6番にも殴りを入れ、ただ6番白、ちょっと視点透き足してるけどね、6白結果、8番が6番の評価集っていう、俺発言してると思うけど、だからちょっと6番の白透けはちょっとしたかなって自分の発言でも思ってるけど、俺は絶対的に占い師っていうのを透かしたくなかった。だから1番に対しても、1番って違和感なかったっすって言って、っていう風に残してる。はい。俺絶対的に潜伏する場合って透かしちゃいけないと思ってるから。役をね。自分が占い師っていうのを透かしちゃいけない。9番ってどこに信頼んすか俺の。理由全くないんだけど。6番殴ったから、俺が。6番の白結果持ってるが、6番真っ白ですねっていう発言した場合って、6番、こいつ潜伏で出てくるんじゃないっていう発言ないでしょ。はい。で3番のプレイヤーが発言します。普通に考えたら8、9狼じゃねえか。多分1、2っていうのはね、この出方からすると新居で、1番も2番も新居。なんでかっていうと、平和村が確定しそうな盤面になったから、2番強靭っていうのは2仕様、そして1番の芯を下げるために出てきた。8番狼じゃない。現状8番から引っ張ったラインって7級のどっちかだと思ってて、
多分9番っぽいな。1周目は村っぽいなと思ったけど。いいじゃん、今日4番つっちゃって。地釣りしてんだ。うん。ちっちゃいじゃん。盤面狭めちゃいじゃん。で、あなたが死んだと思うところを残して決め打ちをして、3人の精査をすりゃいいじゃん。まあ、8-7っていうのもなくはないかなと思ってる。8番の初週の、7番に対する不当な殴りからね。うん。4番つっちゃいじゃん。ねえ、4番さん。釣られてくれよ。盤面狭めるため、釣られてくれよ。あなたが狼じゃないっていう確証はないんだから。はい。4、8のどちらかいきます。4番のプレイヤーが発言します。いいけど、多分俺も3番と一緒で8、9だと思ってるんよね。人狼釣りたくない丹波さん。人狼釣っていこうよ。俺なんかさ、ただの村人なんよ。だから別に釣られても問題はないけど、俺8番人狼で9番人狼やと思うからさ、8番いかへん丹波さん。でね、1番か2番どっちが新占い師かって言ったら、2番の方が新っぽくない。2番が新、1番が狂人、そして8番と9番が人狼っぽくない。そんな感じするよ。うん。そんな感じするよ。こう、あながち間違ってないと思うけど、いや、あのね、サムさん、ちょっと落ち着いてほしいんやけど、仮にね、5番が俺のことを釣るって言ったら俺自投票するわ、そうしたら。それでいい？3番さん。でも、5番が占い師から行きたいって言い出したら、じゃあ8行こうよ。1番さんも2番さんもさ。ね？ 9 番は多分2番に行くんやろうけど。6番がなんで8番が死んだって言ってんの、これ意味不明なんよね。この人。意味不明すぎる。8番多分人狼ですよ、6番さん。うん。8番と9番やと思いますよ。僕は。うん。どう思う？ 5 番さん。5番さん僕釣りたいって言ったら僕自投票するわ。5番のプレイヤーが発言します。岸出てほしいんだけど。出ないんだったら4詰めるよ。出るんだったら9詰めようかなって思ってるんだけど。じゃあ4番詰めでいいかな。色濁るしね。1番とかが別に要素拾えないのに4番弾いてる時点で4番って落としときたいなって思うから。1番さんって進路位置だと思うんですよね。新強だった場合、強人だった場合って多分普通に後ろに白打たないと思うけど。どうなんだろう。打つのかな。だからぶっちゃけ色見たいのは1番さんなんですよね。でも別になんか確実に見せ要素、1番芯切れるのは2番さんだと思ってるから、2番さんが芯切れるかと思ってるからグレ潰したいんだけども。で、1新宿で追った時って、9詰めたいんですよね。だから仮に出てくれるとありがたいんだけど、出ないんだったら4詰めね。じゃあ、4詰めで。1周目で占いの思考を残さないのは別にいいんだけど、それで6番叩きっていうのはありえないと思ってるから、2番さんのシーンは切りたいなと思ってるよ。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。俺を選ぶなんて悪い子だな。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。9番が2番に行ってるんか。9番が2番に行ってんのか。いや、1番さんと2番さんさ、ちょっと9番占ってくれへん。俺、すむらなんよ。
もうガチスムラね。ガチスムラ。まあ、霊能者さんがね、俺釣りたいっていうか、まあ、自投票した。守るとおねえだろ、うん。これは約束してたからね、3番さんと。5番の色見えねえけど、うん、もう5番守りしかねえだろ、一択だろ、もうよ。9番さん。どう守ってたんだよ。8なんて一撃構わねえだろ。人狼やと思うよ。5番色見えなくなるけど、5番守りするしかないんだ、俺はもう。人狼やと思うけど、1番、2番、どっちかが深夜と思う。どっちかが深夜と思う。だから。夜が更けました。八を守りたいが、八は構わないだろ。騎士の方は夜のアクション。五番守り。五番がいれば二番つってくれるんだろ。二番と一番を。怒りますよ。うん。だったらもう。八番噛まれてもしゃあねえ。五番を守るしかないんだよ。どうせ。あの色を見たいじゃない。5番が1、2は死んでるなら守る価値がある。夜が明けました。守る価値がある。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。9黒、9白。待ってね。7白。なるほどね。あーち、じゃあ、じゃあ1から詰めるでいいのかなと思っているんだけど、7番さんさんちょっと思考開示してほしいかな。あのぶっちゃけ3番狩人って絶対ないんだよ。3番って8キロロっていう提示してるから、3番狩人だけは絶対ないから、7がどういう視点で見てるのかちょっと気になるかな。あ、でもいいのか、3キセン切りだったら。6番のプレイヤーが発言します、うん、ちょっと占いしね。うん、じゃあいいんじゃないですか。2級ロロ一強人で8進進行しかしないんで、しゃあないんじゃないですか。うん、まあいいんじゃないですか。うん、2番は死んないと思うんで、まあ2番のプレイスタイルは変えるべきだと思うから、分かりにくいプレイをする必要ないんでね。神ありじゃないんでね。神ありだったらそれはプレイは正しいんだけど、神なし乱しろなんで、匂わせたって黒打たれないんですよ絶対に初日。はい、むしろ匂わせないと分かんないんですよ。私みたいな人は。私が分かるのはたった1個だけですよ。おばんさんが可愛い。大好きだ。その気持ちしか分かりません。他のね、人狼の精査はできません、私は。幼稚園児なんで。はい。おばんさんが可愛いとか、そういう綺麗だなっていう、その気持ちだけは分かるんですよ。私、男としてね。でもね、人狼の精査はできないんですよ。はじまさんみたいに分かりやすくやってくれたら、真かなって思うんですよ。私はね、素人なんで。はい。人狼の。はい。二番さんがね、そのプレイをし続けるなら、何度でも芯切りますから。そしてね、まあ、一番教授が誤爆したんじゃないですか。二級ローローじゃないですか。二級ローロー。一教授ってとこで見てますけども。まあ、私は一でも二でもどちらでもいいですよ。うん。一でも二でもね。八進進行しかしません。もう決めたから。はい。なのでもう三かまれ、四が白なんで、もう9が事実上の黒なんで、1に釣り切ります。はい。8進進行しかしません。はい。9、1に釣ります。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番です。まあ、5番さんに思考回路しろって言われたけど、俺も正直2級ローロー8強人かなっていうのちょっと思うけどね。1番が騎士出てない時点で黒出てるなら1が狼であるかもしれないけど、もし1が狼だった相方だったら、ないもん。俺からしたら。だけど、2級ロール8強人かねって、8が大地おれば占うとこもおかしいしねって思ってるしね。8級ロール2強人。でも2番の1で出てきて、2番3のシーンは別に俺ないと思ってるからね。6番をやっぱ別叩くのはやっぱおかしいもんね。潜伏しててもいいと思うけど、潜伏してて、白先の6番を叩くのは俺にはないかなと思ってるから。2、9、ロール、8、強人かなって、9が8、7、
誰彼が言ったんだよね、7、8、8あるかなみたいな感じで、いやいや、俺8番のことこんだけ叩いててないのに。で、9も言ったのかな、7、8、ね、あるかなって言ったけど、でも7、8叩いてるかな、ないかなみたいな感じで。だいたい8番さんが俺占ってる理由がわかんないけどね、よく。って感じかな。だから今のところ俺1位が真かなって思ってるけどね。まあ、2番から行くなら俺全然言ってるけど、2の真は全然追えないな。やっぱ6のことを。潜伏をバレなきゃいけないから、バレないようにしなきゃいけないって言って、6叩きがなんかないからな。まあそんなとこかな。思考開示は。すげえね。3勝でグレーから行くっていうのはすげえと思った。以上。8番のプレイヤーが発言します。今日1からできれば行ってほしいかなって思う。理由としては、俺視点は1狼2狂人だわ。これはなんでかっていうと、1番って、9に黒出してるでしょ。狂人だったら多分ほぼほぼないんだよ。ほぼほぼない。うん。で、昨日1番さんってまた変なこと言ってんだよ。2を釣ってもいい敵の発言中出たんだけど、あなた視点って俺が狼でしょ？それだったら8釣りっていう発言になるけど。それなんで2位詰めれるみたいな気の話したんかなと思ったかな。俺ね、5番さんとちょっと視点が違くて、3番さん騎士かなって思ったんだよ。うん。あの強気な発言からね。うん。最初に一周目って7番って強人かなって、なんかいきなり6番そう通用してたから、そういう感じ見てたんだけど、うん。だから、俺3番が騎士だと思ったから現状7にしたかな。うん。まあ9って別に2周目に関してはまあなんか視点変えててやってたからちょっと違うかなって狼っぽくはまあ見えなかったね。うん。っていうところでまあ俺7占いだった。うん。だからもう今日、もう聞いてくるんだったら1から今日全然詰めてほしいんだけど。うん。俺多分3番が騎士だと思ったけどね。あの発言からして。うん。っていう感じかな。だから俺も明日9占って9が白だったら新ローラだったってこと。9黒だったらもう19ローラね。うん。っていうことだから。はい。安心してください。俺、真なんでね。って言ったところ。蒸らしてもいいんじゃない？ 1 つって全然。まあ、絶対 PP ないから。はい。9黒って言ってるし。はい。今日1から詰めましょう。はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。2日目、お願いします。自分目線7番さん、角黒になりましたね。はい。2番三振の、1、8どっちが、ローか強か分かんないですけど、1、7、8が陣外確定してます。なんで、まあ、確定できるとしたら、多分1になると思うんで、村目線は。今日1番に投票お願いします。そうですね。まあ、8、7には正直見えてなかったんですよね。1周目の発言。初日からの叩き。なんで17、17ロー8強なのかなって感じですね、自分目線は。ただね、7番さん、まあ、とりあえずそんな黒要素は拾ってはなかったんですよね、正直。初週の6番さんへの発言と、8番さんの7番さんへの発言。そこまで追ってなかったんですけど、この場面になったら自分目線は、7番さん、角黒となってますんで、ただ7釣りは村目線飲めないと思いますんで、釣れる1番、1番さん、ローか強か分かんない、陣外は確定してるんで、1番さんから釣って、明日7番さん釣り、行ってもらえたらなとは思ってますね。なところかな。はい、回します。1番釣ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。全視点9黒の目だと思うので9番を釣ってください。9番の今おかしい点は8番が角黒と言ったが、9番目線薄い確率だが、6、7もしくは3番、4番に狂人がいて、1、8ローローっていう世界線もあるはず。それを全く追っていない。8番視点で昨日8番釣りじゃなくて2番釣りを飲むと言ったが、実視点は2番狂人、8番ローが確定している場面、8番のことを真で決め打つっていう村人がいる以上、俺は別に2番釣りでも、飲むけど、ただ8番釣ってねっていうことはしっかり発言残しています。番さんに言うけど、昨日俺が4番を外したと言ったが、俺は4番を外したのではなく、8番が4番を釣りたいと言って、8番が、2番がローに見えて、1番が強靭に見えて4番を釣るっていう思考がめちゃくちゃおかしいでしょって。だって2、4ローローだった場合って2番って1番に囲われてるから、4番視点絶対5番が売らないっていうのを警戒すべきなんだよ。それを全く警戒しなかった4番を8番が釣りに行って、かつ2番、4番って推移を伸ばすから、それはおかしいでしょっていう否定をして言ってます。4番のことを白置きしたわけではありません。
あと7番さんにいます。7番さん、2級ローロー8強陣を主張してるけど、1番が2城を打っている状況下なので、8級ローロー2強陣です。お願いします。6番さんは思考を変えてください。ただ8番、ただ最初に俺が6番の発言をもしかしたら拾い違えたかもしれないけど、俺はその後の精査で別に間違っても絶対言ってないと思ってます。8級ローロー2強陣確定です。5番さん、今日安牌で位置づりなんかありえません。全目線9番飲めるでしょう。9番言ってください。そんぐらいかな。2番の芯を切ってるならなおさら。2番の芯を切ってるなら8番が6、7を白、1番が9黒出している時点で9釣れるでしょ。以上。2番のプレイヤーが発言します。飲めねえって、7番黒確定した。7番出現してんじゃん。2級ロロ1強、1芯の2級ロロ、9ロロとか言ってんじゃん。7番って。どこに7番の村要素あるんすか。俺は7釣りしか飲めねえよ。俺は7釣りしか飲めねえよ。1、8の内訳はわかんねえ。ただ7が黒確定してっから。6級の白結果持ってっから。あ、6番に言うと、6番さんに言っとくね。あなた自身が役を透かさないようにしてくれて言ってから俺その動き取ってんだけど。その動き取ってるんですけど。難しいことしない。いや、あなた自身が初週の進行論で、役すかしはやめてくださいって言ってんだ。だから役すかさないような動きしんだけど。はい、お疲れ。全プレイヤーの発言が終了しました。これか。え？私が悪人ですって？もう2進ならいいよ。占いと霊能って初日出るんだから別にすかしていいよ、むしろ。いきなり出るよりはすかした方がいいよ。もういいよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番も悪いよ。1番の遺言を発表してください。もう言うことはない。いや、俺の言ってることで何か間違ってることがあったら、反省会で言ってください。以上。夜が更けました。人狼に気をつけて、騎士の方は夜のアクションを行ってください。その疑いにはどんな根拠があるのかな？8番が1の押した時点で怪しいから9に変えるんだよ。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。7番です。5番さん色はグッジョブ怒ってるんで、5番さん1白だから言ってるじゃない。もう俺間違ってたけど8級ローロー2巨人だろ。6番さんナイスで、これ PP じゃないの。33だから5番さん俺に入れてるけど俺村だよ。あー、だけ2級ローローとか言ったけどごめんね。8級ローロー2強陣か。1番さんが言ってた通り。だからもう、失言とか言うけど2番さん。2番さんから見たら俺黒ねって言うけど、はっきり言ってあなた目線、18、8が1押して9、ん？どういうこと？ 8 が1押して9いけないから57が悪い。あ、俺が悪いの？そんなべちゃべちゃな、もう回すね。でも PB だろこれ。8番のプレイヤーが発言します。あ、そうっすね、 PP っすね。今日5番さん投票でお願いしますね。はい、ありがとう2番。9しろって言ってくれたから、だから視点変更して、1を釣りました。本当は2が死んだと思ってたよ俺視点はね。2が死んで出てきたと思った、だから最初はちょっと2を通したけどね。ありがとう2番。はい、今日5釣りで以上です。9番のプレイヤーが発言します。いやー、8番さんに同じく2が死んだと思ってましたね。もうありがとうございます2番さん。5番さん投票します。お疲れ様です。2番のプレイヤーが発言します。はい、ご投票。まあ3番が言ってることが全てですね。8球にしか見えなかったです。僕は5番投票します。5番のプレイヤーが発言します。2番さんって、じゃあ、なんか、ちょっとまあ、騎士出なくても普通に9番指定すればよかったね。5
ごめんね。6番のプレイヤーが発言します。昨日の8番の発言で普通に考えたら1強2級ローローなんだよ。8視点だけど1番に行った時点で8級なんだよ。だから9番に行くんだよ。5番というのは式を間違ってるんだよ。今日は絶対に2釣りなんだよ。昨日は1に行くのはありえないんだよ。1か8に芯がいるんだよ。2番っていうのは芯がないんだよ。なんで前の日に4行ってんだよ。2番行けって言ってんだろ。まずよ、8は芯だと言っても2の方は完全に芯がない。1はわずかにある。2番に昨日は行かなきゃダメだったんだよ。1番と2番比較して1番に行くやつって何考えてんだよ。8の発言精査して1番分かったか。5、7ってのは J2、J3、 うん、雑魚。6番ってのはバルサの10番、レアルの10番、分かるか。世界のトップ人狼里のトッププレイヤーっていうのはそういうプレイをする。1の芯を見抜き9番投票に変える。分かったか。5、6、7のレベルの違いを。だから今後俺を見たら文句を言うな。勝負どころでちゃんと9番に投票できた。1番の芯を見抜いた。8の発言こそおかしいんだ。普通は1強2級ローローにならなきゃいけない。それを1を強引にローにした時点でもう8の芯はない。だから1は絶対釣っちゃいけない。5、7は空気を読んで9投票だよ。5番が2番押さない時点でもうないよ。こんな例の。ひどいの一言だよ。4は釣るわ。本当に疲れるわ。全プレイヤーの発言が。私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番の遺言を発表してください。いやそうだよね、8の視点でも9黒だからやっぱ9詰めればよかったんだよね。申し訳ない。夜が更けました。人狼に気をつけて騎士の方は夜のアクションを行ってください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。4番に関しては無駄だと思ってたけど、俺絶対勝てると思ったから俺噛まれちゃった。3番プツプツだから切った方がいいよ。